皆さん大変忙しいところを、午後の4時にお集まりいただきましてありがとうございます。岩沼市長の佐藤純一でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。一通り、説明させていただいた後ご質問を受けさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします。大概はですね、担当に答えさせようかなと思ってるんですけども、どうしても聞きたいことあるときは市長とお答えくださいと言えば喜んで答えますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、説明をさせていただきます。令和5年第4回定例会に提出する議案についてお知らせをさせていただきます。召集日は11月14日火曜日です。議案は条例が2件、人事案件が14件、指定管理者の指定が5件、その他が1件となっております。補正予算が4件の合計26件というふうになっております。では資料1と資料2をご覧いただきたいと思います。それでは、補正予算の概要について説明いたします。議案番号は第79号から第82号までとなります。議案79号については令和5年度一般会計補正予算第6号で歳入歳出とも3億9006万7千円を追加し、総額を197億1013万3千円にしようとするものでございます。歳入ではふるさと納税寄付額の増及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増など、歳出ではふるさと納税寄付額の増に伴う報奨費及び事務費の増、私立保育園等に対する食材費高騰対策事業費支援金の追加などを計上するものでございます。次に報道機関の皆様に特にお知らせしたいこととして、皆様、資料、3の1を作成いたしましたのでそちらの方をご覧いただければなというふうに思います。項目の1がですね、キャッシュレス決済システムの導入についてになっております。市民の皆様の利便性向上を図るために来年2月末までに市民税務課、市民会館、グリーンピア、岩沼にキャッシュレス決済システムを導入いたします。施設利用者は現金、電子マネー、QR 決済、クレジットカードでの支払いが可能となり、窓口の混雑緩和やキャッシュレス決済サービス独自のポイント還元など支払いにおける利便性が向上するものと考えております。次に項目の2番になります。2023年岩沼スポーツフェスティバルについて申し上げます。資料3の2も合わせてご覧いただきたいなといただければと思います。令和5年12月3日日曜日、総合体育館、陸上競技場などを会場に岩沼の新しいスポーツイベント2023岩沼スポーツフェスティバルを開催いたします。スペシャルゲストにリオデジャネイロオリンピック女子バレーボール日本代表の佐藤有沙さんをお迎えし、地域のスポーツ団体の皆様にご協力をいただきながらジョギングやウォーキングをはじめニュースポーツやレクリエーション活動の体験ブースをお楽しみいただきたいというふうに思っております。またスタンプラリーや地域の特産品などが当たる抽選会も用意し、子供から大人まで気軽にスポーツに親しんでいただけるイベントにしてまいりたいというふうに思っております。次に、項目の 3つ目になります。花トピア岩沼秋の収穫祭について、お知らせをさせていただきます。資料3の3も合わせてご覧いただきたいと思います。花トピア岩沼秋の収穫祭を11月11日土曜日に花トピア岩沼にて開催いたします。秋の収穫祭は1999年から始まったお祭りで、秋の収穫に感謝を込めて市内農家の方々が生産した野菜や加工品の販売をはじめとしたイベントでございます。イベントの目玉は1回に1000人分以上の芋煮を作れる大釜を使用した芋煮の無料配布で、市民にも秋の風物詩として定着し、毎年1000人以上の皆様が、列をなしてその芋煮を食べていただいているというところでございます。その他にも花トピア岩沼の利用団体、関係団体の出展や舞台では市内外の団体による演舞、楽器演奏、踊りなどを披露する予定でございます。収穫祭を通じまして市内農家、利用団体、そして市民の皆様が交流を図り、
楽しんでいただけるものではないかなというふうに考えております。私からの説明は以上となります。どうもありがとうございます。